こんにちは。転売アカデミー振り広です、えー。転売のおすすめ商品、えー。転売するネタで何と言ってもおすすめは、今まで趣味で使ったもの、あるいはね、えー、コレクションしたことがあるものです。今まで、まあ、集めてコレクションしていたものやね、えー、趣味で使っていたものがない。その場合は興味が持てそうなものを扱うのが事前の策です。興味が持てないものを扱うと、商品が見つからなかったり、 利益率が低くうまくいかないことが多いです。儲かるのであれば興味が持てる。まあ、それも一理あります。しかし、儲けるために探した商品は利益率が低く、ライバルも多い場合が多いです。そのため、可能であれば、今まで趣味で扱ったもの、コレクションしたことがあるもの、興味があるもの、興味を持てるものの中から選ぶことをお勧めします。そして、まあ、転売で儲かる商品ですと。 ね、え皆さんどんなものを扱ってんでしょうかねあるいはどんなものが売れてるんですかというのね、えー、気になるとこなんですけどまあ最初はね、えー、どんな商品を扱えばいいのかさっぱり分かんないでそういうのは気になると、まあ、そのためねまずは儲かる商品のリストが欲しいまたはツールで儲かる商品を探したい、ね、効率よく見つける方法はないかなと、ねえー、思ってしまうんですけど まあこういった要望たまにありますが、まあ、一見効率よく商品を探す方法に思えます、ね。リストにあるとかね、専用の市場を作ってそこから買うだけとか、ね、ツールで差額があるものを出してくれる。まあ、一見効率がよく思えます。まあ、しかし、ね、この方法だといつまで経っても儲かる商品が見つかりません、ね。ツールやリストに頼って商品を探す力がつかない。 ね、そればかりじゃなくてですねそもそもリストに載ってる商品は儲かりませんツールで見つけた商品も儲かりませんなぜならリストやツールはみんなが同じ商品を扱うことになるからですだからねリストやツールというのは儲かる商品をすでに探せる人がね、えー、そのリストを見たりツールを見たりして一工夫できるとかね、えー、扱える量が桁違いで、えー たくさん売れるととかか広告の使いい方が上手いとかまあ、何か、まあ、そういったね、えー、上級者だけが役に立つ、まあ、でも上級者ねそもそもリストやツールなくてもねそのぐらいのことできるんで欲しがるのは初心者だけ役に立つのは上級者だけでも上級者は必要ないじゃあどんな人が必要かといったらリストやツールを提供する人がね初心者を だ、えー、まあ、騙すと言っちゃう言葉悪いですけど、まあ、これがあるから儲かりますと言ってね宣伝するのには使えますでもその以外には全く役に立たないです、まあね、この商品探しのリストの例えっていのは難しいんですけど私はね食い物屋さんを探すのが好きなんで例えばねおいしいパスタ屋さんを探すとしますこの場合ね何軒もおいしいお店を探したことがあれば、まあ、同じ方法で簡単に見つかります まあ大体ね、えーあ、こういう場所にあって、まあ、コメントがこういうのはついてるのは実際に美味しいと。ああ、これ、この場所にあってね、このコメントは、えー、桜だとか、いうのがね、えー、実際にその何軒もお店に行って食べたりしてれば分かってきます。まあ、しかしまだ美味しいお店を探すのに慣れてない場合、まあ、この食べ道具の星の数を当てにして食べに行ったら、星はまあまあだけど全然美味しくなかったと。混んでるお店だから入ってみたけど、 場所がいいから混んでただけで、全然良くなかった。こういうこともよくあります。お店を探すのも、歩いて探すのがおすすめです。車や自転車で走り回ったのだと、通り過ぎるだけで見落としてしまいます。いつも通り、通ってる道なんだけど、こんな店あったんだということがね、えー、よくあります。で、リストで商品を探すというのは、 食べログのコメントの読み方も分からずに食べログの星の数だけで店を決めるようなものです。ね、そんなわけでね、えー、まあ、初めのうちは評判が良さそうに見えた店に実際に行ってみて、混、まあ、み具合がどうか、メニューがどうか見てから入ってみるのがいいです。ね、で、まあね。 食べ物のお店だったらね、聞いてもらえば、それ食べたかったらここ美味しいですよと言って OK なんですけど、儲かる商品についてはね、私が全部教えると、全部会員さんが同じものを扱ってしまう。同じものを扱ってしまうと、Amazon というのは入れれば売れるものは売りますんで、極端な話、2、3人同じ商品をがっつりやっただけでもう値段が落ちていってしまうということがありますんでね、どうしても オリジナルで興味が持てるものオリジナルで近くに店があるものから探すのが一番です、まあ、そんなわけでね私の商品探しのサポートは興味が持てるものすでに持ってるもの今までに扱ったものがあるものそういったものからまずは探しますそれ,それらに該当商品がない場合も初めはお店に行って1商品につき1個ずつ購入して試していきます 一見効率が悪そうですが、この方法が一番効率よく、儲から商品を探せます。商品探しに慣れないうちは、近道を探そうと思うと、全く見当違いの方向に行きますので、ご注意ください。急がばまれです。ま、え、め、ー、にチャットワークで報告していただいてね、まあ、言ったことそのままやっていただければ、おおむね外さないんですけど、なぜか、ねえー、ちょっと工夫しちゃってね、ちょっとそれ、あの、 アドバイスした方法と違いますねという方法をやってしまうとね、えー、売れない商品を抱え込んだり、ねえー、買いまくったけど出品が大変すぎちゃったりしますのでね、えー、工夫せず、ね、言った方法をそのまま、えー、実行していただくのが、まあ、一番効率のいい商品の探し方かなというふうなことでサポートしてますんでね。 まあ急がば回れということで、まあ、初めの頃ね、なんで一個ずつでね、えー、しかも面倒くさく店行ってこう探したんだというのが、えー、儲かるようになればわかるんですけど、儲かるようにならないでね、そういう工夫しちゃうと、ずっとわかんないまま、ずっと何ヶ月も苦労することもありますんで、ご注意ください、ね。サポートは今までの実績で、一番ストレスなく短時間で利益が出る方法をサポートしてますんでね、えー、工夫しない方がいいです。 そんなわけで、えー、ご質問、ご要望、ご報告は、ま、え、め、ー、にお気軽にお寄せください。以上、天馬アカデミー、堀秀夫でした。